はい、後藤輝樹です。今回の話は、あなたを必要としている人は必ずいるっていうことです。僕は、去年の都知事選で最愛の人と出会いました。僕38歳です。まあ、その時37歳ですけれども、37年間、で、最愛の人が現れなかった。もちろんね、その間にもお付き合いしてね、愛し合ったことはあります。でも、ようやく37年かけて、そういった方が現れました。ただ、それも、僕が都知事選という場で自分らしく、自分を隠さず自分の本音で出してぶつかったからこそ見つかったわけです。しかもそれは別に去年の都知事選だけじゃなくて、5年前の都知事選も出た、そういう伏線もあった。で、自分は別に都知事選でただね、なんかその奇抜な政見放送をやっただけではなく、ツイッターで情報発信したり、自分のホームページ作って自分のことをさらけ出したり、自分の頭の中をこう、世の中にさらしたり、そういうことをして、それを見た上で、来ていただいたわけですよ。なので、必ずね、あなたを必要としてくれる人はね、いるんですよ。ただ僕の場合37年かかった。37年もかかるのがもう無理だよ、そんなのって思うかもしれないですよね。37年かけて必ず見つかったんです。それが人によっては3年なのかもしれない、3ヶ月かもしれない。だけど、必ず見つかるってことなんです。必ず見つかります。自分らしく、あなたらしく生きていれば、あなたがね、なんか犯罪を犯して悪いことしてるとかだったら別ですけど、僕はもういいことしかしてないんで。僕はいいことしかしてなくて、自分のことをさらけ出して、世の中のため、世のため、人のため、恩返しのために貢献してたら、それは見つかるでしょ。出会うでしょ。っていう話だと僕は思います。なのでね、もしあなたが誰からも必要とされてない、何のために生まれてきたんだろう。もう人生つまんない、もうしんどいとか思ってる人もいるかもしれない。でも、それは今あなただけの世界。あなたが、その手の肌、届く範囲で生きてるから、必要されてないかもしれない。もしかしたら。でも、あなたのことを必ず必要としてくれる人はいるんです。だから、もし、あなたがもう、塞ぎ込んでいるとしたら、自分の活動範囲を広げてみてください。実際に、ね、動いてもいいし、ネットとかでね、アクセスしてもいいし。で、僕なんて、ネットを介して、自分の政見放送とか、自分の YouTube、Twitter を、こう見ていただいてるわけですよ。で、そうやって、自分のね、行動範囲が、狭い。例えば、なんつうんだろう。まあ、東京とかね、大都会じゃなくて、地方だったとしても、ネットを介せば、もう、すぐ直、同じ距離で、接することできるわけです。東京の人でも、地方の人でも、同じです、それは。そういったインフラが整っていれば。まあ、そういうことを考えるとね、日本って本当幸せだなと思います。で、それが整ってない国もあるわけじゃないですか。国すらないところもある。地域っていう国がないと。国として認められてないっていう地域もあるわけ。まあ、そういうことを考えればね、自分の今置かれてる状況っていうのはすごい幸せなことだし、その中であなたが、もっとチャレンジできること。あなたがチャレンジしてないから、自分は必要とされてないって思うかもしれないですけども、あなたは必ず必要とされています。必ず必要とされています。まあ、あなたが必要とされていったから生まれてきたわけです。お父さんお母さんから生まれてきた。お父さんお母さんがね、ちょっとね、なんかこう、あってこう一緒にね、住めないとか、仲悪いってあるかもしれないですけれども、まあ、必ずいます。あなたを必要としている方は。ただ、今、そういう環境にいないだけです。なので、今しんどかったらちょっと少し我慢して耐えて、その環境を抜け出して、あなたにとってふさわしい環境、あなたに必要としている人を見つけてほしいなと思います。もう見つけた、もうかなりやったけどもね、もう、少なくとも37年頑張ってください、37年。今から37年頑張ってください。俺は見つかりました。もう37年経っても見つからないっていう時はまた僕に相談してください。僕も話し合います。37年後。必ず見つかります。ということで以上、後藤輝樹でした。何かの参考になれば幸いです。お前ら愛してるぜ。